神がお作りになった世界はこんなにも美しい。なのに人間と来たらどうだ。醜い悪魔にたぶらかされてどんどん堕落していく。そんな人間たちを正しく導き、悪魔を駆除することこそが天使の。このまだ喋ってる途中でる。いや、つまんないこと言って油断してるから。まったく、これだから悪魔は。サタンのやつもそうだった。人の話を聞かず問答無用で私の美しい羽をもぎ取って。ほんと忌々しい似た者親子だよお前たちは。知るかよ。もういいからさっさとかかってこい。俺と喧嘩したいんだろ。だったら素手で相手してやる。どっちが強いか殴り合いで決めようぜ。に生意気な。天使と悪魔の格の違いを教えてやる。神の御心に従ってお前たちを成敗してやる。成敗されるのはお前の方だ。覚悟しろよ。手を貸せない。これだから悪魔。うりゃっ、無尺だな。じゃん、うりゃっ、やっ、うりゃっ。すまん、今は手を貸せない。今だ。はっ、いい感じだな。ほい、やっ。
手を貸せない。はっ、悪魔のくせに。キャン、うりゃ、キャン、これで動けない。うりゃ、おとなしく封印の壺を渡して天界に帰るなら許してやる。許すだと、この私を。けどこのままでは、なんとかもっと力を。悔しいけど、ベルゼブブ、お前は強い。でも私の方がもっと強い。どうなってる？アクアニウムエネルギーがどんどんダウンしていきます。アクアニウム炉の故障か。わかりません。このままではガラムが制御不能に。こちらもメカを使うんだ。意地だけで勝てる相手じゃない。
足に来ているようだ。ぐらついた時に攻撃してやれ。
行いだと思っているのか。当然だ。神は絶対の存在、神の子である私も同じ。つまり私の行いは絶対的に正しい。その独善こそが真の悪、いや悪と言うべきかな。なれや、愚かな人間には理解できないようだ。やはりこのムニエルが導かねば。クソ天使覚悟はいいか。こいつ壺が2つ？おお、大魔王様の壺が！まあ、パパなら大丈夫だろう。笑っている場合じゃないぞ、ベルゼ。ガラムが上昇を始めている。どうすんだよ。管制室よ。船の制御を取り戻すの。よし、そちらは任せる。私はシーフと脱出方法を探す。速やかに体感を。私は間違っていたのだろうか。どうかしら。私はひどい間違いだったと思うけど。ダメじゃ。もうそこら中がぶっ壊れておる。上昇の速度があった。ダメだ。全くコントロールできない。
すぐにでもアクアニウムは爆発しそうだぞ。やむを得ん。みんな脱出だ。司令室の後方の部屋に脱出ポットがある。お待ちしておりました、ブレッド大将軍。って、そいつらは。この者たちを脱出ポットに乗せてやってくれ。はっ。あ、いや、しかしポットは5人乗りですが。6人おりますが。詰めればみんな乗れるんじゃない。しかし6人乗せると安全の保証が。ただでさえその。いいよ、俺が残る。悪魔の俺ならなんとかなる。そういうわけにはいかん。残るなら私だろう。すべて私の罪から始まったことだ。ごちゃごちゃ言ってないで乗れ。ベルゼ。なんだよその顔。悪魔のこと信じてんだろ。この世の誰よりもな。さてと。めんどくせえけど、クソ天使も助けてやるか。さすがにボロボロだ。うまく歩けねえや。まだ伸びてやがる。ほら立てよ。くそ、まだうまく力が入らねえ。手を貸そうか。お前たち、なんで。ここまで一緒に来て最後にバラバラというのはな。そういうこと。それはいいけど、どうやって地上に降りるんだ。ベルゼならみんなを連れて飛べるんでしょ。飛べるわけないだろ。え、悪魔でしょ、飛べないの。お前だって半分悪魔だろ。じゃあどうするの。どうするって。ラッキー、いいのがあったぜ。おお、そいつは。こいつはピッチ陣にもらったウキウキタブレットだ。さあみんな急いで手を出せ。こいつを舐めると10秒だけふわふわ浮くことができる。ここから飛び降りてギリギリ地上に近づいたら舐めるんだ。しかしそんなにうまくいくものか。このまま宇宙まで行って爆発して死ぬよりマシだろ。じゃあ私から行くわ。ここに来て神頼みか。やむをえん。ほら、シーフも。いや、わしは。
さっさとしろ。消え。あ、先に落としちゃったらクソ天使どうするんだよ。ああ、よっこいしょっと。一つしかない。 やばい、どうする。わや、気を失ってちゃ食えねえか。だったら俺が食ってなんとかするしかないよな。ですか。いや、運よく岩に当たって割れたようだ。じゃあ父上が俺が落っこちるのを助けて。それは私よ。姉ちゃん。姉上でしょ。あ、みんなだ。王子、ちっとも落ちてこないんで心配しましたぞ。ああ。あのタブレットで助かったな。あれは失敗ですよ。タイミングが難しすぎました。みんなビビって高いところで舐めてしまい、再び落ち始めたところ不思議な力に助けてもらったんです。どうやらあのお二人に助けていただいたようだな。ああ、俺もだ。メルシーナマコエプレステーション。だよね。どうしてムニエルにやられちゃったって。封印の壺はエメブル。出なければ私が二級天使ごときに遅れを取るはずがないでしょ。そうだったんだ。大きくなって。お父様は？大丈夫。元気だよ。よかった。リリス、お前の子か。はい。はじめまして、おじい様。アンと申します。おじい様？ふざけるな。二度とそう呼ぶんじゃない。俺は大魔王サタンだ。はい。リリス王妃、アン王女。10年前は。Superbe graphisme beau scénario bien ficelé c'est pas parfait, mais qu'a suffi à me faire ronger pendant 50 heures tranquillement.あなたが謝るべきは私ではないわ。もっと多くの者たちでしょ。おっしゃる通りです。処罰は謝罪を終えたその後に、懲役でも処刑でも受け入れる覚悟です。フォレストランドなど俺が5秒で跡形もなく消してやる。え、冗談ですよ。これからは軍の増強ではなく平和のために励んでください。ありがとうございます。
平和か。気持ちの悪い言葉だ。あのサタン様、あの天使どうしましょうか。ああ、大天使に迎えに来るよう伝えておく。しっかり反省することになるだろう。へへ、ざまあみろ。おい、雨だ、雨だぞ。なんと、アクアニウムの効果だ。30年前のピッチ人たちの善意の水がやっと。ところでお前、名は何と言ったかな。あ、私ですか。ラオと申します。ラオか。今回はベルゼブブやシーフを率いてよくやってくれた。大した人間だ。魔物の里に住むことを許可してやってもいいぞ。あ、いえ、ありがたく存じますが、私はこれまで通りで。そうか、つつましいやつだな。気に入った。宝箱を一個くれてやろう。え、父上、俺もゲーム1日2時間やってもいいですか。調子に乗るんじゃない。それより空を飛ぶ練習をしたらどうだ。Et les doublages, j'aime beaucoup en japonais malgré pareil certains petits défauts, je présume. 80 balles bien investis, Kappa à la revend.
サンドランドに数十年ぶりの雨が降ってから時は流れ、フォレストランドではジャムの国王復帰が発表された。サンドランドとフォレストランドは正式に平和条約を締結、国交を正常化し、長い争いに終止符を打った。ブレッドとロゼッタはジャムの計らいで人と魔物の橋渡し役を任じられた。天界に送り返されたムニエル、ひどいです、神様、宝物小掃除一千年の罰なんて。一方、ベルゼブブたちは、走るな、これ。王子、そろそろわしにも変わってくださいよ。あ、バカ、危ないだろ。相変わらずだね、あんたたち。あんじゃないか。お前、こんなとこで何してんだ。旅してるの。自由に行き来できるようになったからね。世界中を回ってメカニックとしての腕を磨くつもり。あんたたちは？おっさんに付き合ってピッチ人にプレゼントを届けに行くとこだ。そうなんだ、楽しそうね。ところで、そのメカはどうしたの？ラオのおっさんが父上からもらったんだ。新品ですごいんだぜ。じゃなくて、大丈夫なのって。何が？なんか変な匂いがする。王子、メカが煙を吹いてます。あー、シーフのせいだぞ。なんでですか。ああ、やっぱり私がいなきゃダメなんだから。ほら、止まって、修理してあげる。あっちゃ、これダメだね。スピノ町のガレージじゃなきゃ直せない。じゃあスピノ町に行こうぜ。ま、しょうがないか。旅はいいのか。うん、急ぐ旅でもないから。それにあんたたちといた方がメカニックの腕が磨かれそうだしね。よし、決まりだ。出発進行。Merci à tous les nouveaux follow. していく。行ってらっしゃい。何かしていく。
見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。していく？旅人はこのような特徴的最盛期のタルボ町には職人も多く住んでいた。しかし今ではあの兄弟しか残っていないようだな。あ、今ラプトルの鳴き声がしたな。ラプトル洞窟が近いのか。ピュアラプトルの鱗まであと少しだ。ピュアラプトルは希少種じゃ。そう簡単に見つかるとは思えんがな。
ラプトルに囲まれないように気をつけて進め。一体ずつは大したことないが、集団になると脅威だぞ。ほっと。集まってくる前に進んだ方がいいな。動物の骨のようだ。まさに弱肉強食というやつだ。この骨の仲間入りは絶対したくないね。卵もあるということは、ラプトルも凶暴化しているかもしれない。卵はほっとこうぜ。取れるもの見つけたら抜けよう。持ちこたえてくれよ。ピュアラプトルの鱗。そうそう、これこれ。それじゃあ早速始めるね。まずはどうするんだっけ。おいおい、そんな調子で大丈夫かよ。実はラプトル鋼を作るのは初めてなんだ。あ、でも大丈夫。お兄ちゃんが作ってるものを見たことはあるから。それは大丈夫なのか？とにかくやってみるから、うまくいくように見守ってて。ほら、見て見て、ちゃんとできたでしょ。確かに、初めてとは思えないほどいい出来に見えるな。
ダメだダメだ。お兄ちゃん、ちょっと貸してみろ。よく見てろ。こいつをちょいと工具で引っかいてやると。わあ、なんじゃ、表面のメッキが剥がれてしまったではないか。そんな、どうして。どうせ母材の表面処理をなおざりにしてたんだろう。そこをサボると密着性が悪くなるんだよ。ちょっと忘れてただけだし。どうだか。お願い、もう一度チャレンジさせて。俺はいいけど。別に構わねえよ。気が済むまでやればいい。ありがとう。それじゃあまた素材をお願いね。ああ、そうなるのか。しょうがないな。これでいいんだろ、ピュアラプトルの鱗。あちゃー、本当に持ってきちまったか。どういう意味かな。あんたたちには悪いけど、素材が手に入らなくて勝負が流れればいいと思ってた。そうすりゃ移住の話もうやむやになるかもってな。そういうことか。でも素材が目の前にある以上、仕事に手は抜かねえ。全力でラプトル鋼を作らせてもらうよ。よし、完成だ。こいつがノロス直伝の技で作ったラプトル鋼だ。なるほど、父上がいかに優れた職人であったかがよくわかる。その技を継いだ君の腕前も大したものだ。へへ、親父のことを褒められるのは悪い気はしねえな。勝負は決まったようなもんだが、後のことはお前に預ける。ほらこれやるよ。ありがとう。早速作業を始めるね。よし、できた。今度のは引っかいてもメッキが剥がれないよ。ほいほい、ごめんよ。お兄ちゃん、なあ魔物さん、お前腕っぷしに自信はあるか。言うまでもないだろ。俺を誰だと思ってる。じゃあこのラプトル鋼を
思いっきり折り曲げてくれねえか。そんなのいくら力自慢でも無理に決まってるでしょう。悪魔の王子ベルゼブブ様をなめるなよ。どうだ、割れたぞ。嘘、そんなことって。お前何度で熱処理した？270度くらいかな、多分。だろうな。もう何なの、嫌がらせばっかりして。そうかな。私には教え導こうとしているように見えたが。あ、そうか。ねえ悪魔さん、もう一度だけチャレンジさせて。今度こそ絶対に絶対に成功させてみせるから。ここまで付き合ったんだ、最後まで付き合ってやってはどうだ。はあ、やれやれ、わかったよ。ありがとう悪魔さん、大好き。何度もごめんね。これで最後。もし失敗したら。完成。どうかな、お兄ちゃん。オイラが作るのと遜色ない。いや、ことによってはオイラが作るより。本当？やったー！これで私のラプトル鋼は完成よ。これで2人のラプトル鋼が出揃ったな。勝っても負けても恨みっこなし。さあスピノ町に来てほしい方に声をかけて。わかった。オイラでいいんだな。よし、決まりだ。早速準備をして町の人たちに挨拶してくる。それが終わったらスピノ町に向かうよ。やっぱりかなわないか。さすが私のお兄ちゃんだね。
Bonne continuation au plaisir.